ガミガミ。皆様の中学校です。はい。さすがに。いいよ。はい。アルマゲドン。はい。せーの。ガミガミ。よっしゃ。ドアがクローズ、マイアイ。アルマゲドン。世界中が泣いた。あの名作を。もう2回。もう2度。今日そういうことですか？反動ですか？今回は、はい、食べ物企画でーす。反動だ。反動の食べ物。でも今これ上がってるのちょうど冬なんですよ。ガムが冬におすすめする食べ物選手権を行いたいと思います。選手権ルールは至って簡単、はい、今から制限時間10分以内に1000円渡します。ので皆様が冬におすすめする食べ物を2品買って書いてみてください。それを紹介して。待って、俺道分からん。タラタタタラタタタタタラタタタラタタ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 どっちかね。見たらダメ、見たらダメ。ノブちゃん、やった。名前書いてもいつもう一つがいい。え、初めて。え、札に名前書いてある人だ。当たり前や。マジ当たり前やろ。え、それよりノブちゃんのことを樋口って言うてるお前が一番びっくりしたわ。冬だけに寒いディアンス樋口勝った。あーあー、それだって樋口何も不安じゃねえか。冬だけに意味わかんない。なので、今から10分以内にこの1000円で2品、はい、2品買ってきて、これどうするの、待っといた方がいいかな。みんな待ってから。待ってから。早速行ってみたいと思います。冬におすすめの食べ物紹介ということで、皆さん10分以内に書いてください。やでーす、スタート。もうここにカメラあるんや。 100% 俺一番、もう絶対俺が一番早い。誰もおらんはず。あ、来た。うわ、大勢やし、しかも。連長。座ってボックスの中に行ってください。はい。これ、俺予想2番線1やってる。自分のところに。おお。あ、ついじゃん。打ちください。この中に出て。わあ。めっちゃ悩んだ。これ並んでたけど。並んでたけど。いや、俺結構行ってる。これ電車乗ったもん。やっぱいいな。え、これセーフやね。お、セーフ。セーフ。おー。じゃあ今日のメメでございます。いいよ。じゃあ、はい、めっちゃ走った。いや、もうそうだね。なんだよ。でももう最後の人はオープンに。あ、オープン。オープンザビール。はい。さあということで皆さん、それましょう。さあということで、じゃあ順番にまずは紹介をしてから最後みんなにいただきますって感じになるかなと思って、はい、じゃあまずはキヨちゃん。はい、キヨちゃんが買ってきたのはスターバックスですね。はい、そうやろ。マクドナルド。マクドなんや。はい、いいな。まずこちらからいきます。マクドだな。はい、今冬季限定欲張りいちごの三角チョコパイです。いちごの三角チョコパイ、これは冬限定やからペタばっかりしまう。俺食べてるの。もうめっちゃすぐ買わなくなる。これいいね、ちゃんと素敵。スターバックス、こちら、クリームブリュレラテでございます。こちらもブリュブリュレ、これもう名前聞いたら分かる甘いやつなんですけど。いや、甘いやな。これまた冬季限定でございます。限定だ。ちなみにおすすめのカスタムも僕自分でしてきました。これちょっと進めていいですか。はい。これミルクってスターバックスさん変えられるんですよ。で、種類がいろいろあるんですけど、アーモンドミルク、僕はもうガゼンブレベミルク派です。え、ブレベミルク。ブレベミルク。ブレベ。ブレベミルクは何がちゃう。もう脂肪分がちょっと高くなる分濃厚になります。あー、そう、ここ生クリームですね。クリームブリュレラテを頼んでブルベミルクに変更。ブルベミルクに変更。これが今日ちゃんとおすすめの飲み方らしいです。キャラメルソースもいいぞ。あ、素敵ですよ。次に遅かったのがせいちゃん。はい、そうなんや。そう、じゃあせいちゃんの、ものオープン。パッパカパーパッパパパッパカパーパッパパパーデーデー。開けろや。長い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 。バミリーが魔人ブー出すときの。さあ、いけよ。飲んだ。はい、今回期間限定ですよね、はい、私も期間限定の、はい、
僕のヒーローアカデミア、バックホームヒーローアカのバックホームが今コラボするこのポップに。何なの？何なの？カフェラテ。カフェラテの M。M サイズ。やっぱ寒い冬にっていうので、僕いつもこれ飲むんですけど、冬なんで、現場の方もそうですし、朝早い出勤のお姉さんも、誰もがいける。で、今、ヒロアカ。ええねん、それ。バグー！カメラでホットそんなに尺持たんから。で、シロップ2つ。シロップ2つ。シロップ2つ。バグをしとれ。そして、大阪ここ！そうね。大阪ここ！ここはどこですか？アメリカ村！おお、アメリカ村！アメリカ村ということで、元祖ドナイヤさん。おお、味でしょみたいな。もう、ドナイヤさんなんですよね、やっぱり。なるほどね。いろんなたこ焼き屋さんありますけど、おすすめするのはこちら。何味？明太マヨ！ネギソース。あー、ね、やっぱでもそういうことやんな。ネギソースにレモンド。あー、いいね。あ、一品これもありか。最高のさ、冬のね。わ、たこ焼きかぶったか。たこ焼き多いですか、お店がね。じゃあ、続いて、葵ちゃんですね。はい、行きましょう。葵ちゃん行きましょうか。実は僕もかぶってます。え、いいよ。え、あ、まあ、今のそのイチゴの三角チョコパイ。いや、そう、タコだけって言う。見え、見え、見え。何も見えへん。おいおいおい、マジかぶり。マジかぶりしてる。えぇ、よく黙っとったよ。合ってないよ、しかも。よく黙っとったよ。じゃこちら、ゴンチャです。あー、ゴンチャさんもいいよね。ゴンチャね。ハッピーね、ハッピー。黒糖ミルクアームブレーキ。うまい。それ一番うまいな。最近俺カフェハマってるもんね。これはですね、あの本当にタピオカとかこういうのって女子供が飲むもんだと僕も思ってました。スタバも僕は好きですけども、すごい甘すぎるのも嫌やから。あ、そう、大人の甘さみたいな。でもあるし、でもちょうどこれ、あ、これあったっていうような。あ、これあったって、これあったちょっと待ってっていうぐらい、そう、そこまで、そこまでっていうぐらいまで、そうっていうぐらい。いやいや、誰にもさしてん。じゃあ、葵ちゃんは、三角チョコパイのイチゴとゴンチャ。キヨちゃんって一緒にしな。別にキッチョンローにしてる。そう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 。冬といったらお鍋。ああ。でも、手軽に外でも飲めるということで、こちら、あの牛すじ煮込みのやつがあるんですよ。飲み物なんか、うわぁ、みんな反応しいな。いやいや、早いな。飲み物する。立ち鍋、お鍋。しかもこれ温めできないよ。そう、飲めないよ。まあそれいけるから俺に今が頼むかそう、そう、そう、それの、そうそうです。で、やっぱ俺の食べ物って言ったらこれでしょ。はい、あの、シチュー。それもやだ、それもお前どうですか、シチューの人。じゃあじゃあじゃあ今食べると思ってないやん。食べるよ。さあ、それでは、はい、今大事なのはこれ残金守れてるかということ。金額の方を発表してください。じゃあ、せいちゃんがいくことか。はい、これは180円、はい、ヒーローアカデミー、はい、で、これは600円600円ということで、合計は780円。頑張りました。ちゃんと OK ですね。はい、はい、じゃあ、続いて、はい、僕は690円です。内訳はどっちがいくらだった？こっちの方が違う。なんと分かんないもん。お前雑多やな、お前。分かんないもん。レシート領収書だけもらいました。はい、僕は甲賀流のたこ焼き600円。これソース、ネギソースですね。今日レモンド200円でした。このキリン。はい、OK、800円でございます。そうです。僕の、まずスターバックスさん、こちら、カスタムも含めまして574円です。はい、そしてこの三角チョコパイが、はい、150円です。おー、お安いね。2つ合わせてなんと734円です。マクドナルドさんの、三角チョコパイ、こちらが160円です。はい、そして、ゴンチャアークリミルクティーが590円です。おー、750円でした。おー、これもみんな結構余裕持ってそうね、ギリギリって。そうだ、もう一品いけるもんね。そうだね。まあ、せっかく勝ったのでおいただきましょう。おぉ、ではでは、ございませ。次のおすすめのためのいただきまーす。いただきまーす。ちょっと待ってくださいね。
それはなんかね、なんか ゆったりしたゆったりしたお菓子ですよね。ゆったりした企画だなと思いましたけど、え、ま、待ってますか、これ待ってます。え、確かにな、企画がおかしいと思ったのに、こんなゆったりした企画あったの。ハッピーでしょ、たまにハッピーセーフリーじゃねー。題して冬におすすめの食べ物で闇鍋。大臣よくやったぞ。お前が一番の正解やったわ。ちょっとこれは食べさせてくれよ。いや、お前が一番の正解やったわ。ないっすよ。皆さん、鍋セットございますよね。これ台本に指パッてしてみてくださいとか言ってますので。お、これは YouTube の魔法ですね。あ、なるほどね。YouTube マジック。せーの。パイは邪魔だって俺これさ言ったけど、飲み物もってことか、はい、それだったらもう飯にした方がよかったね。はい、飲み物って言うのよ。ほんまにちゃんと鳥屋さんそう、あ、メンバー違うんですね。普通に食うのが一番うまいですね。どれも普通に簡単に食いたい。それではやり鍋していきましょう。レッツ取りやすい味噌。でもこれに関してはもう間違いなく美味しいので、これをまず入れて大本命なんで、まあ、買って間違い買ってきてしまったこいつらはなるべくちょっとずつ入れて、もしかしたらコクに変わるかも。いや、確かに、いや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 、パターンあるから、美味しいものを作ろう、やっぱり。よっしゃ、そこはじゃあ、とりあえずじゃあ、大勢じゃあ、入れますね。もうグツグツしてる、入れます。はい、お願いします。あっ大勢、いいね、あっいいね、いいよ、大勢、いいよ。さあ、いただきます。これ俺多分マジで大丈夫だよ。これ多分まだ変わらへんと思う。いや、いやー、僕のこれコーヒー抜いてるんで、ほぼベースは牛乳です。牛乳はやるな、クリーミーだ。そう、じゃあ器用にいこう。いきましょう。ストップって言ってやん。いきますよ。これ相当レッツゴー。うわー、あー、入れすぎやろ。いったな、したこれ、いったな。どうした、お前もう味噌じゃなくて。ちょっと一回飲んでいい。絶対やばい。絶対うえ、絶対うまい。え、マジでうまいと思う。また、また何とかね。うん、うわ、もう、もう、うわ、嘘やって。ブリ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 。何もそんなんなの。終わった。ちょうど終わった。本当言ってるみたいです。終わった。入れすぎたよ。本当終わった。俺、ちょっと、ダメだ。うわぁ。最悪、お前入れすぎました。これ何入れたの。いや、飲んだ、飲んだ、入れた。ゆっくり入れた。よかったよ。無理。おい。どうだ、お前。ここで味たぎる。いや、これはいいって。ちょっとまずいぞ。色見てください、皆さん。いや、俺はこれ食えへん。味噌の牛乳なんだよ。うまいって気が。うまい。いけるか。いけるか。うまいよね。でも味噌の牛乳飲むみたいなね。これは。いける。美味しい。いや、めっちゃいけるわ。パスタの方もいけるぐらい。これもパスタ。うん。いや、でもまた甘党の人は、いや、もう甘いとかちゃうもん、これ。うわ、俺これダメやわ。でもまた味噌の味する。そう、それが味噌。一瞬ああ、あー一回、これでラジナワで味変えてみたら本当にやばい。これでなんか俺の味に近づけろ。うん、いや、いけるいける。あ、炭酸やし、ベースよくすれば大丈夫。だってさ、ワインとかもさ、レモンの風味。いや、そのベースがまずい。もう俺さっきのせいがまずいから、これレモンドリンクも何も変わらへんわ。あ、変わらんか。うまい。ほんま変わらん。あ、これ俺本当にこの味無理やわ。うん、俺無理。ほんまに無理やわ。え、いくまだ売れる。でもそれしかないもん。でも、もう全部入れてほしいぐらい。まあ、じゃあ、梅としてる。あとこれ。コーヒーってバター。じゃあ、このペースはもう変えようないやん。うん、ない。
だから、刺してうまなんとか筋煮込みか。え、そっち？おでんの汁入ってるから、これ。ちょっと出汁入ってるんだから。いきますか。いこう。あ、炒めてねえんだ。チンしてない。ゼリーやん。うわ、チンやん。どれぐらいいきますか。全部いってもいい。これは全部そう。うまい。溶けたらそっか。そっか、もう味が。うん。なんかちょっと、具入ったのか。まあ、見えてきたね。まあ、見えてきたね。誰か言っていいよ。全然いける。今日はオリーブ入れて、これ向こうに入れて。うまい。あ、簡単麺美味しくはないやろ。俺、いや、こいつさ、グルメ取ってるよ。こいつ下バカやぞ、ほんま。え、簡単麺なんですよ。OK。え、もう、なるほど。いや、でも、いや、そうやろ。だから、簡単麺。ほらね、ほらね、ほら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 、言うやん。今、最初の匂いとか、味は一瞬甘い、さっきのコーヒーっぽいのがあるけど、食べとったら、ごまの担々麺みたいな。食べとったんやなって言われたら、最初嫌やな。最初めっちゃ嫌やわ。何やろ、入るめっちゃ嫌、これ。めっちゃ。お前、俺入れすぎやって、ほんとに。それ俺が入れただけで美味しかった。美味しかった。え、まだいけるか。あ、でもまだ薄まった。足になった。牛すじ強いっすね。いや、僕からシチュー入れたらまた違うのよ。さらにクリーミーになる。一回シチューいこう。すごいか。シチューシェフに好きやん。うまそう。なんか、なんとか飯の味にしたい。そう、なんとかね。いや、これで多分まろやかになってくれるんじゃないか。シチュー、甘くないよ。しかも俺、イチゴ無理ねんけど。そうね、イチゴやばいな。イチゴやばいと思ったら、普通のチョコにすればよかったね。俺、イチゴ無理。俺、それ入れたら多分食えんわ。うわー、ちょっともう分離してもてるわ、シチューと汁が。圧巻は、これ。なんかシチュー、おもちゃ温まったら、かけるうまい、そうやろ。うまい。シチューやばい。シチューやばい。え、こんな変わる？シチューだけうまっ！シチューだけこんな変わる？シチューうまいうまい、甘うまい。あ、てか匂いのシチューうん、一回言ってるアイコンいけるあ、まあ、あ、いいね、そんなにならないいっくよ3つ3つにしよう。あ、ほら、これいけるコップでこれつけるって言うだろう。うまいね、絶対うまい、これ。うん、証し焼きとして。でも闇鍋やから、闇鍋やから闇を照らす明かりや。うお、たこ焼きしたでしょ。たこしょうね、明太マヨも来ましたよ。いえいいですね。ポン酢と明太マヨ、夢みたいなコラボですからね。だから見た目はすごい新しい、いいよね。ちょっとふやかせで守備コマ、もうここまでいったらもう全部いってもらおうや。2個いちごやべえなぁ。いちごは気持ち悪い。いちごは気持ち悪いって。これ入れたらもう何も挽回できることないよ。確かに言ったらあの言葉受けつか。いちごやからこれ、いちごテンション。やばいやばい、挽回。やばいやばい。あー、美味しそうなもちもち感。フライ。うん、これ食い切らなあかんね。はい、今マジでこいつやばい。先輩マジですよ。マジ先輩、それがちょっと少なかった。ウィンナーに出てきた。え、ウィンナー見えた。マイコン、マイコン食べた。うん、一回切る。ちょっとここに切るわ。もう匂い、すごい匂いやばい。もう、もうとないか。しっかり汁に、はい、汁に、汁に、汁だけ、汁に。生さん、ちょっと待って。牛さん、ブル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 ついてきた。なんか俺が寿司熱いよ。いしょ。うまい、うまい、おいしい、おいしい。俺が言って、俺が言って、何でも食べれるんや。違う、違う、本当にうまい。大概何でも食べれるわ。イチゴの感じはまだ感じれてない。見た目は嫌だ。ありがとうございます。待って、でもイチゴミュウすごい。あ、来た、すごいすごい。あと紅茶、紅茶。うわあ、ちょ、俺ほんとダメ。ファイ入れてあげて、ファイ入れ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 、ファイ
げて潰してる。もうちょい白くれ、もうちょい白くれじゃん。てか味噌とこいつのマッチが一番やばいわよ。おいおいおい、あーもう香りが、うわーもう香りがかんわ。うわーほんまにやだ。このパイ入れてからやばい。だってこの小屋さんめちゃくちゃうまそうなおでんねんけど、商店街で長年継ぎ足しでやってる。何色のドル？めっちゃうまそう。うまいって言ってるもん。なんで？わけわからんのあった。何何何？わあ匂いくせ。気持ち悪いわ。わあ気持ち悪いこれ。やべえ。ね、もっと汁入れてもらっていいかな。これ汁ないねんけど。なんで汁飲みたいの？混ぜたじゃん。仲間が吸っちゃった。まあ、それでは、はい、はい、やった！本当に今年初鍋ちゃん。嬉しいね。また初鍋。5人での鍋。うん、ではどんなお味なんでしょうか。いただきまーす。やぶー。これ？これどこですか？たこ焼きのパイがもうめちゃくちゃに混じりました。たこ焼きいただきます。俺パイいきます。見て。これパイそのまんま入ってるんだけど、これが買ったやつだ。おでん大丈夫やな。うわただね、おでん大丈夫。ただね、あのたこ焼きもちゃんとたこ焼きの味は残ってる。うん、知るよな、知る知るよ。甘っ。うわいちごやわ。いちごがこれ決めてよ。このパイのめっちゃよろしくないね。うん、よろしくない。キヨめっちゃ食え。いやー、お前はなんで食べれるの？お前だけでもめっちゃうまい。ブルルパイめっちゃうまい。いやみんなね、どういう結果になるかは分かりませんが、まあ多分何かしら統一して買った方がいいかなと思いますので、ぜひ皆さんも冬素敵な冬を見せるように、この動画が面白いと思った方は、じゃあ、ごめん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 、入り口もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいな、ごめんちゃん、おいしい。みんなマジ切り抜いて。